さて、浩宮様のご誕生日は昭和35年2月23日、つまり今日というわけなんですが、この日の午前1時過ぎ、美智子妃殿下は急に宮内庁病院に入院。出産予定日は3月2日となっていたんだから、みんなびっくり。早速駆けつけたのはお母さんの正田文子さん。このニュースはいち早く知らされて、皇居前にもたくさんの人が押しかけました。観光バスのガイドさんが、美智子妃殿下はただいまあちらの宮内庁病院にご入院中でございますと説明すれば、思わず手を合わせてご安産を祈るおばあさんもいましたっけ。宮内庁担当の記者連中も大変でしたね。いよいよ発表。本日午後4時15分、宮内庁病院でご出産、親王がご誕生になりました。お父さんになられた皇太子殿下も初のご対面。正田夫妻も感慨ひとしおってとこですね。妃殿下にもお目取りさせていただきましたけれど、大変お元気でこんな嬉しいことでございます。さあ、お名前はというと、浩宮成仁親王、愛称なるちゃん。身長47センチ、体重2500グラム。元気な浩宮様を抱かれて、美智子妃殿下は3月11日にご退院。ところで、新宮様ご誕生で町は大騒ぎ。これに便乗してマネキン屋さんは、ご両親のお写真から浩宮様のイメージを作り上げ、お雛様、五月人形と昇魂たくましいところを見せていましたが、昭和35年の早春の話題をさらった浩宮様のご誕生でした。